つむじのハルとカイトとロセとモチです。はい、ということで今回はカラオケに来ております。フレームアウト、フレームインということで、はい、今回何をするかと言いますと、はい、カラオケのメニューの中に皆さんラーメンありますでしょう。はいはい、まあ頼んだことないですけどね。俺は僕はね少なくともあるんですよ。ラーメン屋って言われてるものよりかなり味のクオリティは落ちるんですよね。まあ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 、まあ、それはしょうがないことです。ラーメンをやっぱ食べるにあたってやっぱ美味しく食べたいと。まあなるべくね。まあまあね、僕たちの力でラーメンを美味しくすることができるんじゃないかと。このなカラオケのまずいラーメンをまあまずいとか言っちゃダメ。でもまずいんでしょ。まあまずい。おのおのこれを入れたらラーメンが美味しくなるんじゃないかっていうものをね持ってきたのでね、はい、ちょっとラーメンを4つ頼みまして1つずつ味見していってどれが一番うまいのかっていうのを決めていきましょう。はい、ということで今回はカラオケのラーメンを輝かせようです。やっていきましょう。はい、届きました。はいはい、まあ、まず元の味を知らないといけないということでね食べてきてると思います。味見ですね、はい、味見しましょう。いただきます。いただきます。これ美味しかったらちょっと問題だよ。いただきます。なんかもう美味しそうだけどね。まあでも安っぽさを感じる。わかるわかるわかる。少なくとも美味しくはないから、ね、なんか良くも悪くもインスタント感ということで、はい、このね、まああまり美味しくないと言えるこのラーメンさんをね僕たちの手でうまくしてやりましょう。そうですね。ということでまずどなたからいきましょうか。はい、ごめん。じゃあカイトくん、はい、どうぞ食材を。じゃあいいですか。はい、はい、キムチです。以前中華料理屋さんに入った時にですね、何のラーメンを食おうかなって思った時になんですよ。はい、キムチラーメンがあって、あれはちょっとね迷ったんですよ食べるの。うん、けどねちゃんとねうまかった。それはさラーメンがうまいからじゃなくて。違うよ、うまいラーメンにキムチが入ることによって。違う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 入れます。全部もう豪快に入れます。ここは豪快にキムチをね入れていきたいと思います。あ、でもさ見た目は結構なんかそうだね、美味しそうだね。うん、でしょ。じゃあちょっと食べてみてくださいよ。いただきたいと思います。はい、嘘だ。いただきます。どうすか。うまいな。マジよし、来た。美味しいイメージない。うまいな。おらーい、うまいな、うまいな。はい、大成功。はい、なんかさ、わかんないけどさ安いがゆえにうまい感じせん。いや、わかるわかるわかる。多分これがちゃんとしたラーメンだったらまずいと思うんだよ。確かに確かに確かに。チープなラーメンだからこそうまいとかあるよね、多分ね。2番手いきたい人。はい、はい、えい、もしかん。もう見えちゃってますね、はい、結構存在感放ってるから。僕がラーメンに入れたら美味しいと思うものはこちらです。しじみです。はい、なんでそんなネットしたの。いやね、わかんないんだよな俺。いきます。全部いく。これで最悪美味しくなかったらさ、しじみはしじみで生かした方がいいよ。4人分の4つででここに、うん、こいつをかけていけちゃうと。はい、いや待って、見た目うまそうじゃね。いや見た目はね、キムチはまた別の。そうだ、いただきます。全部いっちゃったね。うん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 。いいよ、チキリ食ってだけだからね今のところ。いただきます。全員の感想せーので聞いていいですか。はい、いいよ。いいですか。はいはい、はい、せーの、バラバラでいい。バラバラでいい。微妙って言った。なくていい。あまり美味しくない。はい、はい、失敗でーす。どちらかというと餃子とラーメンを一緒に食ってんのと同じ感覚です。まあ、わかるわかる。じゃあ3番手、僕じゃあいきます。どうぞ。はい、僕がね、今回持ってきたものはですね、まず1つ目じゃあ、もやしです。おー、もやし。まあまあまあ、言おうとしていることはね、皆さんわかると思います。まあ、いわゆる二郎系のラーメンを、ね、
ここで作ってしまおう。ああ、そっちね、方向転換するってことね。そうですね、レベルを上げるってことね。そう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 。まあでも確かにもやし入れるだけじゃ味は変わらないですよね。ってことでこちら、マヨネーズとニンニクです。これ何が言いたいかというと、ガーリックマヨですね。うわー、美味しいやつや。うまいんだろ、これは。これはうまい。でもまずいもん入ってないもんね。とんでもないことが、起きてしまいました。はい、こちらのもやし、なんか生です、これ。ちょっとダメ元で、お湯をね、こちらに入れまして茹でましょう。あ、ちょっとこれ一旦最後でいい？一旦最後にします。これいきますね。はい、僕はこちらです。カップラーメンがうまくなる魔法の粉。はい、出ました。ね、ちょっと前にね、いろんな YouTuber がやってたやつね。そうですね。これはですね、なんか入れると、まあその胡椒の風味プラス、なんか魚介の風味が出るっていう粉なんですよ。うん、これをちょっと入れまして、はい、まあ食べていったら 100% 美味しい。しかもこれは買うだけでいいんで。まあ確かに確かに簡単じゃないですか。確かに手間がね。そうなんですよ。じゃあ入れていきますね。様子見程度にいきましょう。まあ、こんなもんですかね。うん、そんなもんだ。うん、魚介のあれがすごいですね。で、混ぜます。気になるな、普通に。いただきます。はい、いただきます。期待で大。おっと、もううまい顔してるね。言わずもがって感じだね。なんか幸せそうな顔してんね。じゃあもう分かりきってるっぽいですけど、はい、ちょっといいですか。はい、せーので、うまいまずいでいいですか。いきます、せーの、うまい。まあでもなんかくら寿司にあるラーメンの上位互換みたいな。まあカラオケの上位互換とかね、実際。ああ、そりそう。まあでもとりあえず入れていきましょう。あ、もうジローじゃん。あ、ジローだ。ジローだ。ジローだ。盛大に豪快にかけちゃって。いきまーす。なにそれ、3本。そんなの。うまそう。すげえいくな。かけすぎじゃねえ、お前。マヨラーすぎ。ごめん、俺がマヨラーだった。ここにですね、生ニンニクをね、入れていきましょう。はい。こう、てっぺんにこう、そびえ立つように、こう。めっちゃ、めっちゃ入れんじゃん。これが二郎系の頂点だ。ということで実食していきましょう。ということで実食していこうと思います。まずね、このもやしちゃんたちをいただき、いただきます。うん、まずもやしがどうかだよね。うまい。今日食いたいとは思わないな。できれば食いたくない。今のところね。そこのあなた、美味しいです。うまい。マジで言ってる。いただきます。止まったよ。箸止めないでください。いただきます。止まんないでください。一回一回一口目で。まず僕の意見いいですか。はい、めちゃめちゃうまいです。素晴らしい。もうせーので言う。せーの、なし。おっと、意見が割れたぞ。まずかないんだけど、うん、いらんな。なるほど。今回のカラオケラーメン魔改造選手権のチャンピオンは、せーの、はい、大将。バカ舌。